11月28日の運動塾通信をお送りしています。今日は肺実験の規則を緩和すべき理由2日目です。ジオカルールの撤廃は臓器がどのように発達するかを研究者が理解するのに役立つだろう。ヒト SEM は YS のような観光形成と SEM の足場を再現する。 しかし、1984年は随分昔のことであり、今月末には英国の不妊,治不妊治療規制当局がさらなる柔軟性を求めることになる。これ1984年ですかね。あ,あ、書いてあるね。しかし、規則を廃止することまではしないだろう。私たちは英国でも他の国でもそれは間違いだと考えている。40年にわたる研究の結果、 メリットとデメリットのバランスは変化している規制はこの新しい現実を反映するように変更されるべきであるそ,その一因は14日間という制限が科学者が覗き見ることのできない肺発生のブラックボックスを作り出しているからであるこのブラックボックスは中絶された肺を研究できるようになる約28日後に再び開かれる多くの女性が 妊娠に気づいて中立を希望するまでの期間はおよそ4週間である。最も初期の臓器が発達し始めるのはこの2週間の間である。先天性心疾患は英国で最も一般的な先天性欠損症でおよそ150人に1人の割合で発症する。この先天性心疾患は心臓の異常な発達によって引き起こされ、その多くはブラックボックスの中で起こる。 ここの段階でで研究するるる。とがががきれば、新しい治療法につながる可能性があるまた英国では100組に1組のカップルが赤ちゃんを望んでいるが流産を繰り返す原因も解明されるかもしれない今日2日2目ですね。まあ、1984年からそれが定着したんですけれどもあのこの2週間というその規制をですね廃止、まあ、することはないだろうけれども今後どうしたらいいだろうかということなんですね。 でこの2週間ともう一つはその中,中絶するその認められる期間の間、まあ、4週間なんですけどその14日と4週間との間がブラックボックスになっているわけですね。ですからこの2週間というのをその先天性疾患をとかですねもしくは流産を防止する研究にあのその期間にあのいろんなその臓器が 発達し始めるのでその期間の研究ができればいいのではないだろうかということをここでは言っています。